TSMC の熊本進出に伴い新設された九州ルーテル学院インターナショナルスクール商学部で今日入学式が行われました。今日入学したのは台湾の5人など外国籍6人を含む1年生から6年生の30人です。九州ルーテル学院インターナショナルスクール商学部は台湾の大手半導体メーカー TSMC の進出に伴い英語教育に力を入れようと県の依頼で新設されました。 What is your exciting thing in here? 英語だけではなく他の国の文化をもっと学びたいです。日本ではこういうものが人気だよとかっていうのを教えていろんな国に広げていきたいです。教員はイギリスや南アフリカなど世界各国から集めていて授業の 70% から 85% が英語で行われます。